セーラーズ FC、旧称ホームユナイテッド FC はシンガポールのサッカークラブである。シンガポールプレミアリーグに参戦している。シンガポール中央部のビシャン地区にあるビシャンスタジアムをホームスタジアムとして使用する。1940年代半ばに創設されたシンガポール警察のサッカー部ポリス SA を源流とする。1979年からは ナショナルフットボールリーグに参戦。1996年の S リーグ創設時には、ポリス FC として参加したが、翌1997年には、シンガポール市民防衛庁やシンガポール入国管理局といった内務省参加の行政機関も参画したことにより、クラブ名をホームユナイテッド FC に変更した。こうした経緯からクラブは、ザ・プロテクターズの愛称で呼ばれた。 また、クラブマスコットは竜であり、愛称とマスコットは、クラブのロゴにも取り入れられていた。ホームユナイテッドは、S リーグを2回、シンガポールカップを6回優勝しており、特に2003年は、S リーグとシンガポールカップの2冠を制した。2020年2月14日、ガレナやショペーといったサービスを要する IT 企業 c グループが、クラブの経営権を取得し、 グループ創業者のフォレストリーが会長に就任。合わせてクラブ名をライオンシティセーラーズ FC に改名し、合わせて新しいクラブのロゴとキット及びスカットを発表した。これによってシンガポールで初となる式業所有のサッカークラブが誕生した。2021年4月28日、2019年から監督を務めていたアウレリオ・ビドマーが AFC チャンピオンズリーグ2021出場が決まった BG パトゥムユナイテッド FC に復帰するために監督を辞任。2021年5月18日、公認としてウルサン現代 FC で AFC チャンピオンズリーグ2020優勝を成し遂げたキンド君が監督に就任した。同年10月10日、シンガポールプレミアリーグ最終節のバレスティア、 カルサ FC 戦に4から1で勝利し、勝ち点でアルビレックス新潟シンガポールを上回って逆転優勝を果たした。シンガポール国内のクラブが SPL を制したのは7年ぶりのことになる。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。